皆さんこんにちは。今いい感じに何品か出来上がってきたので、これからラタトゥイユの仕上げに入ります。漏れてるかな。これこんな感じね。あと卵じゃねえや、なんだっけ、トマトをぶち込むだけ。あと無限きゅうりとなんだっけ、アスパラとクリームチーズ、あとかぼちゃのサラダも作りました。というわけで、このトマトさんを今からぶち込んでいきたいと思います。ありがとうございます。安定感にかけるなと思う。はっ、 OK。 どうしたのかしら。ここは便利なものがあるんですね。今こういう剥がすとか、開けやすいパッケージ、ハサミとかですね。ハサミもうバカまで、ありがとう。もういいよいいよ。ハサミどっか行っちゃった。おーい、ハサミくん、ありました。ちゃんとこの中にありました。それ、あれなんですよね、撮影でなんかお野菜と一緒に写真を撮るっていう謎の企画があって、もったいないんで彼氏と二人でお野菜めちゃくちゃいっぱいもらってきたんですよ。で、その中にズッキーニとかアスパラとかピーマンとかあって、それを今日一気に用意してます。食べたーい。トシキ、おい、トシキ食いに来い。炒めてる音で声が聞こえない。マジか。よし、熱っ熱っ熱っ。 OK、 いい感じ、だいぶいい感じだぜ、みんな。もうこれは完全にラタトゥイユでしょ、完全に。これを混ぜて、もう味を整えるだけで今夜は完成なんすね。おい、お前と一緒に食っちまうぜって感じです。いつも似合ってます。ありがとう。チャラズマさん、ありがとう。チャライだ。いや、チャラさんから行きますよって言って、あなたダイエット中でしょ。まあダイエットメニューなんだけどね、結構余分なものは全然使ってないし、服に飛ばさないで、食べたい。美味しそう、ごちそうさまです。もうこっからは味を整えるんですけど、頼れるのは我が舌のみです。ただなんかやっぱりダイエットして僕は食事を整えたじゃないですか。したらもうなんか舌がマジ研ぎ澄まされてきて、もういろんな味覚を敏感にすごく感じるようになったんですよね。もう本当に何にも言わないって感じです。おれよ、フィルター使ってるから漏れたり漏れなくなってる。わかりました。塩麹です。
君に足りないのは塩麹、つまり味に深みが足りないんですね。じゃん。塩麹をぶち込めば何でも絶対うまくなります。めっちゃ美味しそう。ダーバー食ったね。大将、うん、これで味に深みが出ますね。違うこと言ってごめんね。みんさん、かっこいいのほら三枚におろすぞ、バカ野郎。一回言って埋めたかったんだ。ひき肉も入れました。何でもいいと思います。でもひき肉はちゃんと赤身にしました。あ、来た来たね。酸味がまだすごいな。塩味が欲しいけど塩味をしようか。だけだけだけ。塩と何かな。温だしとか鶏ガラとか。温だしおわ鶏ガラ。皆さんどっちがいいと思いますか。皆さんがいいと思うものを入れたいと思います。これで、毛穴開いちゃっていい感じになります。めげそう。食べていいから、ラタトゥユーは。塩もおしゃれ、おいしい。ちょっと待って、鶏ガラ、はい、鶏ガラ1票、コンソメ1票。やばいやばいやばい、塩分多くないですか。大丈夫ですか。大丈夫です。僕、舌が全部わかるんで、入れちゃいけない量は全然わかるんで。あの、鶏ガラ2票ね。今から何作ってるの。すずりだし。うわー、ちょっと鶏染込。うわー、同じくらいだな。鶏ガラでいきます。もう OK。 チュース。塩味がやっぱ足りないな。白だしっていうのも手だったな。どうか。うん、完璧。白だし一周だけ。一周だけいきます。もう飛べます。もう一周だけなんで。 OK。 今の一周にどれだけ意味があったか、お前らには分かるな。OK。 よし、していきたいと思います。うひょー、絶対うまいやん。これがうまくなった嘘やん。うふぅ、ラタチュー、ラタチューよ。プロテインを作っちゃうさ。オリジナル
BCA BCA 大事だよね。ブチュ BCA。 あーごめんね、痛かったよね。ザーバス、あーし、あーし、ちょっと入れちゃうか。クレアチン、クレアチンチン、すいません、ごめんなさい、本当に反省してます。カルチカシと読めませんでした。ああ大量にこぼれ、大量にこぼれました。でもみんながいるから全然辛くありません。一人だったら大きい声出してますはっ、 って言ってるところです。すいません、結構大きい声とか出しちゃうタイプなんです。すいません、ごめんなさい。皆さんもうご飯とか食べました？あ、本当に、そっかそっか。そして鬼忘れちゃいけない、タカコのビタミン C。 タカコがさ、もう栄養にさ、いろんなサプリをさ作ってくれるからさ、飲まないとね。それはシェイカー代わりに氷入れます。いらっしゃいませ。何にしましょう？エレバミリッチョ、いや居酒屋みたいになってますけど、いい感じのバーの感じで振ってほしいんですけど。よし、うまい、サンキューブリサンキューブリをあのいなちゃんがスタンプ作ったんで、皆さん買ってくださいねサンキューブリスタンプ作ったんで、ここにいろいろあるんで、鉄分と何ですかね、これは K、 北の世界の北のですかね、 N と、中島と、ね、中島と北の共演です。うん、ドクター K と、ドクター K とクレバ、クレバさんかもしれないですね。うん、うん、うまい、サンキューリー。修理してください。花が入ってきちゃってますけど、いただきます。
棚開けにあるチャラスマさん向かうよじゃないでしょこのねクリームチーズとアスパラ、うんうんうまっ。無限ピーマンにツナを入れてみました。うーん、うん、棚の中見たすぎる。うん、いっちゃうルームツアー、こうねいるよねりんたろーさんいるよね。これがマネージャーにもらったレアブリックとバカラのすごいコラボです。これが小田さんのサイン。ここはベアブリックがちょっとブーバーバーバーって倒れてますけどね。見えるかな。これミーシャさんにもらったあのおもちゃね。これなんか僕が持ってるスニーカーのミニチュアみたいなの誰か送ってくれて、でこれはなんかカネチと漫才してますけどね。ここで、はい、で憧れのタクヤさんのゲレンデ、こんな感じかな。こっちもリンタロウさんいますね。園芸グランドスラムとかベストワン、でここにもリンタロウさんとにかくリンタロウさんがいっぱいいるんですね。でこれは今田さんにもらった黒いグラス、そしてこれは剛くんとお揃いのパンです。そんな感じですかね。誰かがくれたこのゲレンデのこれは USB じゃなくて Bluetooth で、なんだっけ、スピーカーになります。最高。ラタテイユのスプーン忘れちゃったけど箸でいいかな。うんうんうん、完璧な味付け。我ながら天才だ。やったら買いますよって言ってるけど、なんさん、みんなご飯食べましたか。うん、うまっ。無限キュウリって言うだけあれば絡めたとかかぼちゃのサラダ、マヨネーズ味じゃないですね、これ塩味です。あと生クリームってきなちょっと入れちゃいました。こんばんは、こんばんは。うん、うまいっすね。そうだね、9時半ってやっぱちょっと遅いよね。明日も結構早くから収録なんで、でも夜作った分この余り物をそのまま弁当に詰めるんで、おかずは 1,2,3,4 品。あ、やべえ、マリーマリーの、マリーマリーじゃない、エビバディか、活躍を見ないと。アッシーは元気にしてるかな、我がリンタロー軍団の。うん、ああ、野菜たっぷりですね。さっきも言ったんですけど、ちょっと、SDGs 系の撮影でこうやって夏野菜を一緒に撮影したんですよね。そうそう、んで、まあやっぱりロスしちゃいけないってことで持って帰りますみたいなノリになって、ちょっと珍しく感じても僕持って帰りますみたいな。そしたら
アホみたいな料理してましたね。プロテイン飲んでますよ。うん。エビバリ出てる？肉の保存は冷凍してます。してますね。まあでも、チルドでもう半冷凍みたいな、すぐ食べそうなやつは、あ！最悪。やった、ついに。まあパジャマ8着ぐらいあるから大丈夫だけど、キルティル。これもまあ思い出になるし、セシュー。こんばんは。アーカイブ残してほしい。リンリン036にしてるから残してやるか。食器用洗剤で洗うんだ。なるほどね。最強アドレスサミは梅肉あいの使い方あったら教えてください。鶏ささみはやっぱあれっすよ。リル君あんまや、炊飯ジャーで作る鶏ささみ最強なんで、それにニンニクを入れてね、30分間ぐらい低温に調理して、梅肉はやっぱ後乗せじゃないですか。まずいでしょこのご時世ね。なかなかクリームチーズのレシピ知りたいです。アスパラとクリア、ね、これはねマジで、洗ってその先っぽをこうやってピューラーパーって切って、でクリームチーズ切って、あ、じゃあアスパラをチンするんです。これチンするだけなんですよ。チンしてクリームチーズ切ってのっけて、で醤油一回しぐらいして、で最後おかかかけてみたいな。おかかなかったんでかけてないですけど、そんな感じ。全部超適当っすよ。うん、女の子連れてきちゃダメだよ。マーベラス簡単、マーベラス。アボカドでもいけますね。確かにアボカド食べたいな。あ、うめ。酒飲みたくなってきたな。じゃあなんかみんながそうやってなんか酒飲みみたいな感じなの嫌だけど飲むけど仕方ねえな。マジうるせえこいつら、酒飲めとか言ってきた、酒煽ってきてダビーわ。これがの視聴者ざけんなよ。水ならいっちゃいます。そろそろ、あっ激しいなお前今日。どうしたおい、ワリキンソン調子いいなおい。この音みんな聞こえてる？ ASMR だったらバズってるべおい。すいません、大山行こうぜ。おい誰だ、俺と大山言ってたことバラしてるやつ誰だ。あー大山のキャバクラ行きたいな、昔よく行ってたな。人のせいにすんなし、なんだし。シャオリンさんかわいい、かわいいとかじゃねえし、お前らのせいだし、普通に。乾杯。飲んでから乾杯するタイプでした。うーん。あー、うめ。
みちょ入れちゃうか、みちょ。最高。みちょぱも、みちょも最高だよ。ほんと嬉しい。キャバクラ行こうぜじゃないのよ。みんないろんなことね、今我慢してるからね。うんうん。ああ、ソリベビーのね、リル君いるよ。リル君、シミショーのやつをやってくれたからね。だいぶ酔ってる。飲みすぎ注意だよ。体に悪いよ。あの、まだ一杯目、一口なんですけど、これでやったらやばくないっすか、俺。想像酒弱いよね。浜松のおすすめスポット、うん、キャバクラかな、うん、コロナでお店閉めた。そうよね、今はね、うん、マジ飲み。声じゃないけどドラマ出てましたよ。声じゃないけどドラマ出てた、どういうこと。うん、あー、いい感じにお腹いっぱいになってきたな。ちょっとこれだけ食べるか。でもらったっていうだけ。おい、ユースケいるな、おい。おかしいと思ったら。パジャマ半ズボンだよ。うん、うん、まっ、やばい。無限きゅうりって言われるわけだ。鼻についてるつもりです。いいね。じゃあ皆さん接客して。いい感じだったら指名するわ。場内入れる。キャラじゃない素の姿が見たいんだが、俺割とこれ素なんだが。無限ピーマンね、間違えた。リンさんとみちょが見たい。しょうがねえな。うん、5時いない？みんな揃っちゃうけど。うん、うまい。まだ、いや、今田さんのやつちゃった。怒られちゃう。お世話になりましたみたいな。噛んでよ。隣に誰かいる？カネチーからもらったピアス使ってる？カネチーからもらったピアス？一緒に飲もうよ。バイバーイ。タクール元気だよ。ちょっとタクール呼んでくるか。タクール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 だよっつって、そんなとこ舐めちゃやだよって。はい、こんにちは。して皆さんにね、はい、こんにちは。お前タクール来たらお前200人ぐらい視聴者伸びたぞ。お前人気あるんだな。お前タクールもご飯食べるか。人間のやっぱ食べ物はあんまり食べやすい、食べると良くないっていうか、うん、にゃまにゃまにゃ。うん、あー美味しいな。よかったね、タクール。タクールちょっと大きくなったかね。よし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 。タクールね、今度ももポポちゃんとププちゃんか、ププちゃんと遊んでもらおうね。うん、みんな目が死んでるとかやめてくんない？ちょっと。ね、ひどいね。みんなね、目死んでないよね。ね。みんなさ、そうやってたく、目が死んでるとかさ、マジやめてくんない？そう、目がみたいな。あ、目系のさ、コメントやめて。目関係のコ
メント禁止だよね、グル。うん、未関係のコメントはやめてほしい。そうだよね。ほら、やめてください、皆さん。タクールの目が死んでるとかそういうこと言うの。本当に意味わかんないよね。じゃあ、これ乗っちゃおうか、タクールも。よし。あ、いいじゃん。全然死んでないじゃん。何が死んでんだよな、みんな。ひどいよ。やってほしいよ。目がキラキラ。目にキラキラ描きましょうとか、意味わかんないこと言わないで。本当に目に描いちゃダメだよね。めっちゃ口動いてますとか、ほらほら、みんな言ってくれて、だから話せるんかい。なんでみんな話せるよ。だってまるまるまるモリモリも話したじゃんね。マルモだっけあれは。話せるに決まってんじゃん。なんかみんなひどいな、この人心配だわって。目うるうるしてる。ほら、いいよ、タクール散歩行く。今タクールがあの散歩に行けるようにタイヤをつけるっていう回を YouTube で撮ってますので、皆さんそっちの方もぜひ見てください。うん、あ、かわいいって言ってくれてるよ。ほらタクール、タクールにめっちゃ見つめられてる気分。服着せてあげる。あ、服もね、買いに行く回撮ってますんで、そちらも楽しみにしといてください。うん、でね、タクールと一緒に散歩したいよみたいなゲストの方もいらっしゃったら、ぜひ、コメントください。コラボしましょうね。タバコを吸いたいというので、ちょっとだけ普段はね、体に悪いんでタクールはタバコやめてるんですけど、今日はインスタライブなので吸っちゃおっか。今日だけだよタクール。どこにタイヤつけますか。はい、ちょっと、ね、世界初のね、タバコが吸える。タクールタバコ吸う、吸うよね、タバコね。タクールも人間で言ったらもう二十歳超えてるからね。ほら、煙が入ってる。タクールが吸ってるって言ったら、おおーおーおー、吸ってるね、タクールね。よし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 。ヤミーって言ってるよ、ほら。ほら、吸えました、タクール。一人で吸えたね、よかったね。タクール何でもできるからね。ずっと無難、ずっと無難とかやめてよ、本当に。何なのみんな、変だよ。タクールと一緒で今日はね、ライブ配信させてもらってますから。うん、なんかワンちゃんとか飼ってるゲストさんとかいたら、これタクールと一緒に散歩行くっていう回もできるかも。ヤフーニュースのトップにね、ならないよね、別にね、普段のタクールだもんね。どうせいつも放っておいてるんでしょうか。ひどい、タクールひどいよ。なんかそのなんかインスタ映えの道具みたいに使ってるみたいなコメントが来てる。ごめんね、タクールいつも可愛がってるのに。損しかねえ、損しかねえよ。うちいるぞっていう。
翼っちいるいるって。でも翼はやっぱり YouTube の再生数回らないから有名な人がいいな。うちのプードとどうですか。うん、そっか、女子ならまあいいか。最低最低なインスタライブになってきてる。じゃあ僕はこの残り物で今日今からお弁当を詰めるんだよ。皆さん、そろそろ寝ましょうね。よい子は寝る時間ですよ。ほら、タクーがもう眠そうな目してる。ほら。ほら、眠いよって言ってるから。捨て物って書いたやつ誰？ダメだよ。捨て物とかじゃないからね。酔っ払ってねえし。シラフでこれの方がやばいけど。リンさん狂ったってネットニュースになるとかつって。なんでみんなそういうこと言うの。ほらタクール眠いもんね。ほら目閉じてタクール、はい眠いね。じゃあ目つぶす、目つぶすだとか書いてひどい、もうやだみんなしてひどいんだけど。やっぱ目死んでるじゃねえ。ちゃんとお弁当も作らなきゃだからね。良い子じゃないから寝ない。良い子は寝る時間。空洞犬って誰だ。おい、ゆうすけ。ゆうすけ、お前こっち側の人間だろ。お前マジよくねえぞ。空洞犬とか。ねえ、たくる。うん、やめてくれるん。まあ言ってるよ、たくるも。はい。というわけで、皆さん、今日のインスタライブはどうでしたか。皆さんもおうち時間ね、長くて大変だと思うんですけど。一緒に楽しめたら幸いです。お家で鬼を硬直って言われてください。はい、堀さん後から LINE で怒ります。そうですね、料理とかなんかこういうライブとか見て楽しんでもらえたら嬉しいです。じゃあ皆さん、いい夜を。 Good night everybody. バイバーイ。